加古川市立図書館は、日本の兵庫県加古川市が市内に設置している、公立図書館の総称である。平岡町の加古川総合文化センター敷地内にある、加古川市立中央図書館は本館として、他に、加古川町の加古川図書館、北部の東関岐町にある、ウェルネスパーク図書館、南部の別府町にある、加古川海洋文化センター図書室が設置されている。礼気場、 協議の加古川市立図書館は中央図書館と加古川図書館の2館と規定されており、ウェルネスパーク図書館は設置の根拠条例が異なるため、中央図書館の分館としては扱われていない。兵庫県の張馬、田島地域の公立図書館を会員とする万端図書館連絡協議会では、他の市長立図書館が本館一館のみを代表会員としているのに対し、加古川市では 中央図書館とウェルネスパーク図書館の2館が、それぞれ別個に会員として参加している。市内には、以下の3館1室が設置されている。競技の加古川市立図書館は、中央図書館と加古川図書館の2館で、ウェルネスパーク図書館と、海洋文化センター図書室は設置の根拠条例が異なるため、中央図書館の文館としては扱われていない。 1985年11月3日に博物館やプラネタリウムを併設した複合型教育施設の加古川総合文化センター敷地内で加古川総合文化センター図書館の名称により開館。この時点では加古川町の旧公街道にある加古川市立図書館の文館として扱われていたが2006年に組織再編で加古川市立中央図書館に改称して2代目の 本館となる主従逆転が行われた。総合文化センターは指定管理者により運営されているが、中央図書館については、開所時から指定管理の対象を外れで教育委員会の直轄となっている。官名に中央を冠しているが、地理的には、加古川市の中心部ではなく、加古郡張間町に近接する南東部の平岡町に位置しており、 かつての本館で旧市街の加古川町にある加古川図書館に対する組織上の中央館としての意味合いが強い。1971年4月1日、旧加古川町公会堂の全館を転用する形で開館した。2006年までの名称は加古川市立図書館でこちらの方が本館とされていたが2006年の組織再編で行われた主従逆転によって 本館の地位を総合文化センター図書館から解消した中央図書館に譲ったのに伴い、加古川市立加古川図書館に解消された。これ以降は、加古川町地域の文館として中央図書館の配下に置かれている。旧公会堂は1935年春工で、2008年には、兵庫県の景観形成重要建造物に指定されているが、 老朽化のため2021年6月23日をもって一時休館となり、同年10月1日に、東へ約600メートルの加古川駅前に立つカピル21、ビル6階へ移転した。図書館移転後の急行街道は当面の間、書庫として利用されるものの市は、財政上の理由から、耐震補強工事の実施に否定的な方針を示している。 ウェルネスパーク図書館入り口1997年11月3日に東関岐町で運動公園やコンサートホールを併設した加古川ウェルネスパーク内に開館した中央図書館の文館ではなく北部の拠点館と位置づけられており、礼儀場も別個の根拠条例が適用されている。加古川海洋文化センター入り口2000年7月1日に 別府町で開館した加古川海洋文化センター内で平け室。各館の休館日等は公式サイトの施設案内を参照。貸出期限は2週間、1人10冊まで。また、兵庫県立図書館の蔵書もインターネットで予約して、市内各館で受け取りが可能。利用券の発行対象者は、加古川市在住もしくは市内に通勤、通学するものを原則とするが、 下記の市長在住者に対しても東、ハリマ地区図書館等連絡協議会参加官及び、ハリマ県域連携中枢都市圏の協定に基づき発行している。加古川市立中央図書館に関するカテゴリー。ありがとうございます。